で、なんで新海誠の作品ができないのか、不思議ですよね。今でしょ、もう林先生じゃないですけども新海誠の作品を金曜ロードショーでやるのはまさに今のはずなのに、なぜそれがテレ東にされてしまったのかですねテレビ東京に秒速5センチメートルを思い出されてNHK の BS でですね、新海誠特集で3作品ぐらい思い出されたんですよね。なんで日本テレビではできなかったのかっていうとですね、これはなんだろうな、アニメをですね、いわゆるジブリ頼み、あと細田守頼みにしていたツケが来ちゃったんですね。で、それはですね、その今だから現に日本テレビ日テレの中ではですね、なんで新海誠を抑えられなかったんだという犯人探しが始まってるそうですね。それと同時にですね、これまでのそのジブリにですね、そこまで入れ上げてきたのは何でかっていう、で未だにまた金曜ロードショーになってますね。それは、奥田誠二さんというですね、日本テレビの社員ですね、もうすごい偉い人なんですけど、この人がですね、ほとんどジブリに入り浸りでですね、で鈴木敏夫さんにですね、ジブリの社長の鈴木さんにずっとくっついていて二人三脚体制になったと。実は千と千尋の神隠しってアニメがありました、あったけれども、その奥田誠二さんの娘の名前が千秋、千に水晶の章と書いてですね、千秋っていうんですね。まあこういうふうに書いて奥田誠二さんのですね、娘がですね、千秋と言ってさんと言ってですね、まあ、この女の子がですね、実は千と千尋の神隠しのモデルの子なんですよ。で、この子の話をですね、宮崎駿が作ったというのが千と千尋の神隠しなんですけども、実はですね、千と千尋の神隠しっていうのをですね、宮崎駿は作るつもりなかったんですね。その当時ですね、宮崎駿がやりたかったのはですね、煙突書きの凛っていうアニメでした。でもイメージボードを何十枚も書いて部屋中に貼ってたんですよ。でも鈴木敏夫はですね、この煙突書きの凛っていう企画が嫌いだった、大反対だったっていうふうにですね、まあ、もう奥田誠二さんは書いてます。なんでかというとですね、その田舎から出てきた風呂屋のですね、壁の絵を描く女の子、二十歳の女の子凛っていう子がですね、いろんな人に出会って結果、職人のボスのですね、じいさんですね、60歳とですね、恋をするって話だったんですね。で、鈴木敏夫さんですね、うーんって息を飲んで、60歳のじいさんと20歳の田舎から出てきた女の子の恋物語、宮さん無理があるんじゃないかな、っていう音になったんですけど、宮崎駿はもうガンとして聞き入れないガンとして聞き入れなくなくて、なんかチラチラ言われても聞こえないふりをして、毎日毎日イモジコモード書いて、ひたすらひたすらそれが増えていくと。でですね、煙突描きの凛は震災後の東京を舞台に、風呂屋の煙突に絵を描く、煙突に絵を描くですね、二十歳の女の子を主人公にした話でした。その女の子は吸ったものの騒動に巻き込まれて、ある集団対立するんですが、そのボスが60歳のじいさん、しかも敵対する二人は年の差を超えて恋に落ちる。正直なところ企画としてどうかなと思ってました。そんな時、当時ヒットしていた踊る大捜査線をたまたま入った映画館で見たんです。鈴木さんのこれエッセイです。衝撃を受けました。刑事物という枠を超えて、現代の若者たちの気分、物の見方、行動パターン、全てが実にうまく表現されてる。こんなに踊る大捜査線を褒める人初めて見たんですけれどもですね一方宮さんといえば、もう還暦間近、果たして今時のリアルな二十歳の女の子を描くことができるだろうかと。僕はそんな足で宮さんのアトリエに2馬力に向かいました。部屋の壁には凛のイメージボードが大量に貼ってあります。でもそれを僕はその絵には見向きもせず、踊る大捜査線を褒めまくりました。実は今日こんな映画を見たんですよ。今の若者たちが実によくできていて、すごい監督が現れたと思いました。いや、若い監督が描くと時代性が出るんだな、若い人のことは若い監督だけは書けないんだな、というふうなことを思い知らされました。というと、宮崎さんは黙って壁のイメージボード一枚一枚剥がして、ゴミ箱にバーンと捨ててしまってですね、この企画はダメだろ、鈴木さん、という言ってですね、分かった、じゃあ千秋の映画を作ろうよ、ということでですね、千と千尋の企画が始まったそうです。で、で千と千尋の神隠しはですね、まあこれまあ、なかなかねすごい話なんですけども、この後もですね、この奥田誠二さん自身が語ってるですね、スタジオジブリはどういうふうな状況だったのかというふうなことですね。千と千尋は結局アカデミー賞を取ることになって、まあ、すごい栄光に輝いたんですけど、その次の作品がゲド戦記なんですね。
で、ゲド戦記はもう宮崎さんはやらないと言ってて、結局息子のですね、宮崎五郎くんがやることになったわけです。で、ちょうどその時期で、まあ、あの千と千尋の神隠しがアカデミー賞を取った時にですね、アメリカがイラク戦争を始めたこともあって、鈴木さんは関係者を集めて、宮崎さんと僕は授賞式への出席を見合わせます、アカデミー賞の授賞式に行かないというふうに言いました。その結果ジブリから2人の代理人として海外事業部のスティーブン・アルバート、制作委員会から僕とディズニーの星野さんが現地へ行くことになりましたというようなことで、アカデミー賞の会場に行ったと。もうこのね、奥田誠二さん、日本テレビの社員でありながら、もう本当に心はジブリにある人で、宮崎駿にアカデミー賞を取らせたいと、それの一心でですね、10年間ぐらいずっと突っ走ってた人なんですね。ドキドキしながら待っていると、長編アニメーション賞のプレゼンターキャメロン・ディアスがステージに上がりました。そして封筒を開きます。スプリット・アウェイ、駿宮崎というふうに発表して、いや一瞬頭が真っ白になった、本当に撮ったんだと分かると感動の波が押し寄せてきましたと。ただプロデューサーも監督も来てないから壇上に上がれないと。なのでキャメロン・ディアスはあれっていう顔をしながら奥に下がってしまったのが唯一の心残りですというようなことを書いております。まあ当時ですね、そういうふうなことで多分ジブリ絶頂期だったんですね。で、奥田さんという人が日本テレビの社員でありながら、どれぐらいジブリのため、鈴木敏夫のため、宮崎駿のために尽くしてきたか、でどんなに夢を見て、だって自分の娘がモデルになって千と千尋の神隠しでアニメまで作ってもらって、でそれでアカデミー賞を取ったんですよ。なんかね、一人の男の人生として、映画人の人生としてあまりにすごいんですよね。で、このあまりにすごい経験が、そのジブリと日テレの蜜月時代というのを作って、現在のなんだろう、まずい状態っていうのをですね、種になってしまうところも、もうこれ日露戦争で勝ちすぎたから、第二次大戦にはまってしまった日本軍のようなですね、何がこの成功と失敗というのは裏表なんだなというふうに思ってしまいます。